おお、真っ黒になった。こんばんは、しげもんです。どうも。以前の動画でこの9ロットの加藤の石3000に自作の石炭パーツを積みましたね。はい、改めて寄ってみるとこんな感じ。石炭が乗ることでだいぶ雰囲気が良くなりましたね。そして見てわかる通り、これ9ロットなんで車輪が黒色ではなくて、このように銀ギラ銀なんですよね。で、最近の鉄道模型の車両は銀じゃなくて黒色っていうのが基本になりましたけど、中古で出回ってるような9ロット製品はこのような銀色のものが多いですよね。よいしょ。ほでから、今回は何をしていくのかというと、この銀色の車輪を黒染めしていきます。黒染めで、黒染め方法に一番よく使われるのがこちら、ててーん。はい、こちらイモンで購入しましたけどね。チョキチョキペロ。はい、こちら、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、言わずと知れた常温黒染め液ですね。割と昔から使われてますよね。ぐるっと回ってこんな感じ。イモンで500円でしたね。まあ、そんなに高いわけではない。じゃん。で、色はね、見てわかる通り、まあ、これわざと色つけてんのかな。すげえやばそうな青色になってますけどね。で、これを車輪に塗布するか、もしくはこれに漬け込むことで銀色の車輪が黒に変わるということですね。それを今日はやっていきます。もうちょっと寄ってみますけど、この表面にいろいろ書いてるんですよね。まあ、これ通りにやれば間違いなくいけるんでしょうけど。なるほどね、完全に理解した。はい、じゃあこの常温黒染め液を使って実際に石3000の車輪を黒に変えていこう。よっしゃ、やっていくよ。じゃあこの石3000から車輪を取り外す。よいしょ。普通にポロポロ外れますよね。はい、外れた。はい、車輪だけ見てみるとこんな感じで、この車輗にこの黒染め液を塗布すればいいんですけど、このまま塗っちゃうと汚れが多分ついてるんで、無水エタノールか IPA でもいいと思うんですけど、そこにつけて洗浄していきます。汚れを取るのと脱脂ですね。じゃあこの前モーターを洗った無水エタノールに入れて、ほい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 と、ちょぽ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 。はい、これでまた超音波洗浄機にかけて洗浄しよう。はい、車輪の洗浄が終わりましたね。じゃあここから黒染めしていきます。で、人によってはこの黒染め液を筆で車輪に塗布する方もいると思いますけど、今回はつけてみよう。だから少量を吸って瓶に入れる。じゃあこの中に車輪を入れていくよ。はい、見えるかな。ちょっと動画で分かりにくいかもしれないですけど、これで色が変わんの？ちょっと分かりにくいけど、全体が浸かるように液につけてます。ほんじゃ色が変わってきましたね。はい、常温黒染め液に車輪を漬け込んでるんですけど、ちょっと他の作業してたら大体15分20分ぐらい経ったかな。中を覗いてみよう。はい、こんな感じ。だいぶ真っ黒ですね。わあ。じゃあこっちに引き上げよう。で、いろんな方法あるんでね、もっと長い時間漬け込む人もいれば、一回引き上げて水洗いしてからもう一回こっちに戻すっていうパターンもあるみたい。今回は一発つけただけですけど、よっ、見えてないな。ちょっと見えてなかった。よいしょ。はい、これで見えてるかな。出していきます。よいしょ、これ全部かな。おお、真っ黒になった。で、この状態で乾くまで待つみたいです。ここにはだいたい10分から20分置いておくと書いてるんで、このまま乾かしてみます。その後どうなってるかやね。はい、だいたい2、30分置きました。で、このティッシュでゴロゴロして表面の黒いのを落としておきましたね。ちょっと寄って見てみよう。はい、ピント合ってるかな。近くで見るとこんな感じ。かなり黒くなりましたね。で、表面をある程度コソコソして黒いの落としておきましたね。これじゃあ車両に戻していこう。はい、あとは車輪を戻すだけ。よいしょ。はい、戻った。うわ、すごい、だいぶ真っ黒やな。横から見るとこんな感じ。うわ、これは最初と全然違いますね。印象がかなり変わる。おお、じゃあ残りもピャーっとつけていきます。
よし、できた。わあ、すごい。結構かっこよくないですか？はい、線路に乗せてみるとこんな感じ。最初と比較すると全然違いますね。おお、やっぱ車輪が黒くなると足回りが引き締まって見えますね。はい、というわけでこの常温黒染め液を使って銀ピカの車輪を黒染めしてみましたね。これ見てわかる通りだいぶ車輪が黒くなって銀色が目立つことはなくなりましたね。で、最近は交換用の黒色の車輪も別売されてたりしますけど、車輪って意外と高いんですよね。だから車輪を買うよりかはコスパはいいかも。ほんでプラスチックを犯さないみたいなんで、ギア付きの車輪もつけておくことが可能みたいですね。それいいね。ただ簡単に染めれるんですけど、さっきのあのティッシュを見てもらったら分かる通り、染めた後だいぶ黒い粉が出るんで、染めた後ちょっとの間は、走らせた時にレールが汚れると思います。そこは気をつける必要がありそうですね。あとなんか言い忘れたことないかな。大丈夫かな。というわけで今回は、加藤の関3000の銀ピカ車輪を黒にしてみたよという話でした。また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とできればグッドボタンもよろしくお願いします。それではさいなら。